はい、何度も繰り返しますが、こちらのステージは感動大賞などを選んでおります。審査員の先生もおられますが、当然お客様と一緒に感動を共有したチームに賞を与えてみようということで、踊り子たち一生懸命踊りますので、応援の方をお願いします。じゃあ準備ができ次第お願いします。披露の皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、和歌山という、ここから車で7時間ぐらい、かかるところからやってきました。遠く離れたこの錦町なんですけども、毎年毎年この祭りに参加できることを、とても楽しみにしています。最近ですね、自分の仕事場でですね、すごい残念なことがあって、それはすごく、僕は小学校の先生をやってるんですけども、その学校の子供が、自分が3年生の時に教えた、すごい大好きな子供たちがいるんですけども、その子供たちが5年生に今なってて、その子たちがクラスの中で、他のお友達を傷つけてしまうというようなことがあって、ずっとずっとその子らのことを思って、いろいろ頑張ってきたのに伝わってなかったんかなとか、残念やなっていう気持ちでいっぱいになるような出来事があったんですけども、すごい心が今までにないぐらいこう落ち込んじゃうことがあったんですけども、そんな時にやっぱり助けてもらったのは、踊りで毎週金曜日に週1回僕ら練習してるんですけども、その踊りの練習に行って、一生懸命踊る自分が練習することで、一緒に踊ってくれる仲間がいてることで、やっぱりモヤモヤした心がすごいスッキリする、元気になるっていうことがあって、僕は後ろでやりますけど、菅先生っていう先生に出会ってこの踊りを教えてもらったことで、自分が生きている人生、本当に助けてもらっているなっていうことを痛感しました。なんかこう辛いこととかしんどいこととか自分にあった時に、それを助けてくれる存在である踊りって、やっぱり一生続けていきたいなというふうに、その時ひしひしと感じて、やっぱり落ちてた元気がなくなってた心も一生懸命踊ることで、そしてまた今日はここにこうやって来て、全国の仲間が一生懸命踊ってる様を見ると、やっぱり帰ってなんとかここでもう諦めてしまうんじゃなくて、あの子たちもう一回、いい、もともといい子なんで、いい子たちになったらいいのにな、そのための努力をしまってやっていきたいなというふうに改めて決意することができました。踊りという大事なもの、自分にとってかけがえのないもの、今から大好きな皆さんの前で踊れることを本当に嬉しく思います。どうか見届けてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします
開け、大地を開け、心を開け、道開け、あるがままに、道開け、心のままに。ありがとうございました。さあ続きまして、さあ日本海。